おはようございます、釣り子 TV です。いよいよこの城シーズン突入っていうことで、これはなかなかねレアなねスペシャルルアー手に入れてきましたよ。これねビッグバンディットね、もうめちゃくちゃ釣れるですね。なんというか、まあ、トップウォーターというか水面直下でダートする系というか、まあね、もう使えばわかる、もうよく釣れるルアーなんですけども、結構ね大きめなルアーなんですが、こんなのにね果敢にアタックしてくるねシーバスの季節に到来っていうことで、今回ねこれねマニアックスのオリカラなんですよね。すごいね魅力的なカラーがねこういう感じでね売っているっていうことで、2本ね買ってきていましたね。価格はね1本ね4000円とね、これ値段違うんだな、4000円と、3720円っていうことでね、売ってますけどもね、これね持ってるとねほんとね、あのシーバス釣りに関してはね、昼夜問わずいいことが起こるんで、でね、通常のカラーもねなかなか買いづらいなっていうことで、こういう折りからね、もうねしかもちょっとなかなかないこんなねクリア系のカラーね、こっちはねナイトグローミッションっていう、もうねあのグローがね結構効いてるからね、この2色を買ってきたんで早速ね開封していきたいと思います。こちらから開けていきます。かっこいいなぁ。わぁ、はい、ね、後ろ透けて見えちゃうね。こんな感じの、透明系のカラーなんですが、視認性がいいようにこの頭にはね、ピンクが吹かれていて、内部構造こんな風になってるんですね。こことここにね重りが入っているシンプルな設定で、ここにカラカラなるね小さなね、なんだろう、ラトルボールみたいなのが入ってますけども、これね、あのね、マニアックスのブログとか見るとね、コンセプトとかね、書いてあるんですけども、ステルスダイブっていうカラーですね、こちら。ベイトが小さい時やナイトゲームでの、常夜灯周りなどで効果的なクリアベースのピンクヘッド、視認性も考慮しておりますっていうことで、ね、夜に効いちゃうっていうことなんですけども、昼も使いたいよねっていうね、こういう感じのカラーですね。これと、今回ね2つ買ってきたの、これねナイトグローミッションですよね。このマニアックスの中オリカラのちょっと伝統的なカラーみたいな感じですけども、ちょっと開けますね。はい、きたー、これいい感じで塗られてるんじゃないんですかねえ。ナイトグローミッションですけども、こちらもねマニアックスといえばこれでしょうということで、伝統の、マニアックスカラー、ナイトゲームでライトを当てればぼんやり強く光るボディ、キャストコントロールもやりやすいです。おそらく3キャストぐらいは光っています。日中でも、もちろんこの白に近いクリームみたいな、白いみたいな感じのカラーですので効果的だと思いますっていうことで、お疲れ様です。お疲れ様でした、ありがとうございました。これすごい色ですよね。これはまあクリアベースで、まあ、視覚効果のあるピンクを入れた、まあ、オリカラのカラーなんですけど、はい、デーでも、ナイトゲームでももちろん全然使えるカラーですね。で、まあ、塗装もあんまりしてないんで浮力も他のに比べたらなんか若干高いような気もします。あ、じゃあ、 水面浮上のバイトが出るパターンの時とかに、まあまあ、色塗ってないだけ軽いかなと思います。はい、でもう一色ナイトグローミッション、はい、まあマニアックス伝統の伝統です、ね、最近になってしまった伝統になってしまった、どのルアーにも作ってるんですけど、かなりラインを結ぶレベルのライトを当ててあげて消してあげるとかなり蓄光してるんで、はい、ナイトゲームのストラクチャー狙いだったりタンカー回りとか、はい、あとは、まあ、バースも含めてなんですけど、はい、キャストコントロールはすごくしやすいです。どこ飛んでってるか分かるので、はい、でかなり着水した後も光ってよく分かる、はい、まあ、日中は日中で
まあ、クリームっぽいホワイトっぽいカラーなんで、まあ、この白っぽい元々の色に近いかなっていうところで、日中は日中で十分使えるカラーですね。はい、これと長谷川さん の, あのバードストライク、そうバードストライクっていうのがあるんですけど、残念ながら売り切れちゃってて、もうちょっと作る予定もないんですけど、はい、僕も買いそびれてます。なんか名前がちょっとそうバードストライクってことで、ちょっと鳥をも騙せるぐらい、いや鳥が食っちゃいそうだから、ちょっと嫌な名前だなみたいな、嫌だなっていう人もいますけどですけど、はい、でも僕としては日中あれが一番いいかなと。特に悪天候の時、波が高い時、はい、でもボイルしてる時、はい、あと雨、はい、ローライトの時、はい、まあ、ああいうなんて言うんですか、トータル的にこう、なんて言うんですか、明滅っていうのか、フラッシングで、そう、フラッシングとブラックの相まってるんで、結構誘いがいいと思います、はい、で、まあヘッド部はもう一個の色はチャートにしてあるんで、かなり視認性も良くて、キャストした位置、はい、それから暗いローライトの時でも位置把握しやすいようになってます、はい。マニアックスのブログとかよく見てると、まあ、ここら辺の折からそろそろ出るよとか、そう情報が流れるんですけど、まあ、基本的に数日間前からこう出ますよ出ますよって言ってて、出す日を決めるっていうのが多いんで、はい、ちょっとチェックしておいてもらえると、次何かの折からの時も買えるかなとか思います、はい。現在もうとにかくこれ売り切れちゃってて、大体1年去年の12月に頼んで、はい、今年の10月発売なんで、10ヶ月かかるんですよ、はい、なんでまた来期の分はそろそろ相談しないと、はい、来期もまた買えないよというか、売ることもできないので、まあでも人気がもともとあるバンデットなんで、蛍光系のカラーは折りからでも聞いたことがないような気が、まあ、あるのかもしれないんですけど、そうでもね、グローの折りからは他のお店とダブんないようにやってるので、はい、あんまり似たような色はないと思います、はい。でまあ、一応マニアックスとして味が出てるかなという3色でした。とりあえず今は現状2色しかないんですけど、はい、まあ、これもすいません、もう出てちゃってないんですけど、はい、ぜひ使ってみてください。ありがとうございます。このね、グロー系のカラーっていうのが、ナイトっていうよりも、例えばちょっと明け方とか夜が明けてきたぞっていうタイミングとか、はたまたですね、日が沈んできたぞなんていう時に、あとはね、日中のなんかね、謎のドッピー感の時とかね、ほんとね、ナイトグローミッションって名前だから夜に使うカラーなのかななんて思いきや、結構ね、こういうグロー系のカラーってね、一日中ね、変な地合いが存在する、そんなスペシャルなカラーだと思いますので、これはね、常備しておこうかな。もちろんね、こっちもね、せっかく買ったんだね、今シーズンボックスの中に入れてね、いろいろ試してみようかなって思うんですけども、まあちょっとね、ここら辺ね、もしかしたらね、もっと詳しいね、話が聞けるかもしれないので、ちょっとマニアックスとかね、行った時はちょっとね、いろいろね、掘り葉掘り聞いてみたいと思います。なんともね、言えないんですけども、ちょっと自分的にはこれ味噌別のところにあるんじゃないかなね。ビッグバンディットって2シーズン前か3シーズン前ぐらいから使ってるんですけども、このカラーを塗ったってことはもしかしたらあの要素じゃないかな。まあね、そこら辺をね、想像しながらこういうのをね、ダートさせるっていうのもね、楽しいんじゃないかなって思いますので、ぜひね、これどっか見かけたらね、多分結構すげえんじゃねえかなと思うんで、まあこれもね、ありますか。あとね、長谷川さんね、考案のカラーっていうね、ちょっとキラキラしたカラーもあるはずなんですが、それはね、ちょっと手に入れられなかったんで、またね、タイミングでね、そこら辺も追っかけていきたいと思います。はい。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、この白シーズンにね、爆引きするですね、ビッグバンディット、これのね、プロショップマニアックスのね、折りから、これを2本買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。